ミズーリ州にあるアンハイザー・ブッシュ社の工場アンハイザー・ブッシュはアメリカ合衆国の大手ビール製造会社である。世界第3位のビール生産量を誇る。本社はミズーリ州のセントルイス。主力のビールのブランド名バドワイザーが社名より知られている。2008年以後はアンハイザー・ブッシュ・インベブの子会社である。1852年に ドイツ系アメリカ人のアドルガス・ブッシュによって創業された。バドワイザー、ブッシュ、ミケロブなどのビールを製造している。特にバドワイザーは日本でも人気が高い。ノンアルコールビールも製造している。アメリカ国内で12カ所のビール工場を保有している。2008年にベルギーの多国籍飲料会社インベブにより520億ドルで買収された。インベブはアンハイザー。 ブッシュインベブと解明し、世界最大のビール会社の誕生となった。アンハイザーブッシュは、アンハイザー、ブッシュインベブの完全子会社として運営されている。ウィキメディアコモンズには、アンハイザーブッシュに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。